ドラゴンボール Z ドカンバトル。さあ、貴様ら、ドッカンバトルのお時間だ。少し出遅れちまったが、七夕に向けたドッカンフェス始まりやがったな。前回の伝説降臨は完全スルーしてやったかな。さあ、今回のガシャコだ。さあ、まずはスーパーサイヤ人4のカカロットか。こいつが LR までなるらしいな。何をもってスルーパーか知らんが、スピアシュート聞いたことないわ。なんだ、見てみるか。埼玉県にタッ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 。なんだ、そして、なるほど、俺様のビッグバンアタックのパクリだな。こいつがスピアシュートか。さあ、この LR のカカロットがメイン。そして、俺の体を乗っ取りやがった野郎か。さあ、珍しく生身のベビー、なんかサイヤ人が相手ならそこそこ使えるらしいな。そして、お、来たな。これが今回のメインの当たりか。あれから1年、前回の七夕あたりのドッカンフェス LR、 この俺様とトランクスの親子ギャリッコだ。こいつは何枚やってもいいかな。そして、その前の年か。これはゴジータになる俺様とカカロット。そして、さらにその前か、力の大会だな。これは正直あんまり使えんな。そして、お、新しいじゃんか。ガンマ1号、その後2号。ほう、カカロットのガキのガキか。これ俺持ってないな。なんか当時はえらい強いとか言ってた気がするがな。使うかどうか知らん。そして、5年近く前のスルーパワーカカロット、外れだ。これはもう7枚ぐらい出てるな。なるほど。さあ、ピックアップは悪くなさそうだ。とりあえず80年ほど行くとだ。たっ、さあ来い、トランクス親子ギャリコ見せてやるぜ。お、悪くないんじゃないか。いきなり俺もいるな。これは黒髪割れるか。当然割れる。バイバイ、みんな1割れ。なんだ、いきなりバーダック、灰属性の極限したか、確か。さあ、いきなりゼッ、いきなり SSR。 そしてビーレル、貴様の娘だ。さあ、そして、カカオ。カカオっぽくないな、顔がな。さあ、これご飯だな。カカロットのガキだ。なんかな、オーガウフウケン4話。なんだ、お、 GT の俺様だ。闘志の再燃、消えたわけじゃないけどな。一回またヤムチャだ。燃える闘志。お、キャウェイかよ。よく出るな貴様も。6枚ぐらい出てるな。必殺技キャウェイの不意打ち、名前つけろ。さあ、10連目は割れた割にはの結果だ。20連目とバーラッカのキャウェイ。LR1 枚ぐらい欲しい。1枚とは言わんぞ。LR がどんどん出やがれ。さあ、虹。ん？どうだ？ 2、3、3か。あまり期待できそうにはない。さあ、天津飯。からの、お、ブルマだ。俺のブルマだ。敵だったな。さあ、タンバリン。これはフリーザ。なんかな、人造人間、住居、お、ジース、濁ったままのジース。出そうにねえな、おい。俺がぶっ殺したやつばっかりじゃねえか。19号ジース、ドドリア。9位か。俺は殺してないな。ドクターゲロ、キビトシンかと思ったぜ。よいしょー、フォトン、よいしょー。あ、フルパワーエネルギー。おい、10連目だけだ。チャオズか。さあ、10連目、俺がぶっ殺したやつ来るか。ブルー、地属性パーフェクトセール。意外と世界の混乱カテゴリーぐらいでは使えんこともないが。さあ、20連目も外れだ。30連た、どうする。七夕にとっとく方がいいか。お、鶴川流か。よこせ、早く、これでいいんだろ。よっしゃ。さあ、
6番カメハメハが出たか。さあどうだ、ヤジロベ、俺の尻尾を切りし者。おっお前か、8枚目だもん。なんかポイントにするのももったいないから3枚ぐらい無駄に持ってるやつ。いやちょっとこれで終わりじゃないだろうな、これで終わりだ、やめろよ。さあトランクスが出たぞ、あれだけはいらん、めたせてね。いつのピッコロ、おお、パンちゃん初ゲット、乙女ブラスト。ほう、まあいいだろう、初めてだしな。さあパーフェクトセル、これはね当たりですね、誰か言ってたな。つやっ、さあフェスゲン2枚、おネイル、とっくに虹だ。なんかフリーズあたりが相手だと強かった気がする。さあフェスゲン2枚抜きだ、ようやく運があったまってきたぜ。さあ40連目、黒髪、割れた時だな、チャウズのみ。いや怒ったぞ、チェン、チェンとか出だしたらまずい。さあワルブ、全部ワルブだけどな、追いかけました。さあミノシア、戦ったことないようなやつか。お大猿のとてっ、傷、髪型違うだろうが、大猿の時。さあ、南の海大、南の海洋神九州部、ロケットパンチ、期待できそうにないな、またこいつか。さあ10連目、純粋悪の力のあのガリガリ部。さあ俺がぶっ殺したドリア、おスーパーザーボンではなくアーモンドの部。おイーシンロンか、これ技だな。まあ虹ではなかったな、フェスゲンでもないのにそこそこ使えるジャーク流カテゴリーの野郎だ。まあ当たりではないな。さあ続いてが50年目か、早いもんだ、やめとくかも、いろいろ来たな、統一性はない。さあ虹、一か八かだ、ツー、おスリー、ゴットはあ、ちょっと期待できるんじゃないか。さあどうだ、ブルマじゃない、18号そうだ。さあ、ソルベ、バッドリングレーザー、一応カカロット倒したからな。さあこれは SR のイーシンロンだ、スーパーイーシンロン、もうちょっと見た目変われ、分かりにくいから。さあこれご飯だな、ふん、オアコンだ、カカオ、なんだゴッドになった割合だな。おケフラ、これももう8枚以上出てるな。さあパンちゃん、まあ一応特感覚醒してさっきのやつの技上げにも使ってやるか。さあご飯、これも割とワコンだ。お俺だ、古い、タイか、違う、力だ、だいぶ古いな、ビッグマンアタック、これをパクってスピアシュートなんてもの。おまだある、ゴールデンフリーザですね、地属性ですね、だいぶ前に極限しましたよ。まあ俺は出たものよって感じだな。30連いくか、どうせ七夕キャンペーンで大量に石はゲットできるんだ。お指定コンビか、これあるぞ、これで終わりだ。さあコランドご飯からのこれで終わりだ。スリーゴット、さっき裏切られたからな。さあどうだ、ご飯よく出るな。おパンちゃん2枚目、いいぞいいぞ、ピチピチギャルカテゴリーは入ってないガキだ。さあドクターゲロ、よいしょー姉、よいしょー、おいパンだけじゃないだろうな。おおー来た、トランクス、その構えは早期弾じゃないのか。来たぞ親子ギャリッコ、1、2枚ぐらいは持ってるか。
さらにトランクスか。おお、なんだ力、なんだ、トランクス&マイネのやつだ。謎のマフーバーアクティブスキルのやつだ。さあいいぞ、ドクターゲルか。またちょっと分かりにくしちゃいのな、この手の吸収も。よく出るな、ご飯。おわこんめ。お、カロリー、なんでカロリーな、何がカロリーだ、ふざけやがって。ただ出たぞ、ようやく LR、 しかも俺様だ。さあ気分がいいので20連サクッといくか。こういう時にサクッとカカロットがで、俺来たぞ。さあ、ん、合体せず、せずか。80年やって LR が1枚はちょっとしょっぱいかな。さあどうだ、ドラム、えぐい死に方を死し者。さあ曲げたメンタル弱き者。さあ、ナッパ、俺に殺されし者。タオパイパイ、なんか救いようがなき者。ポンチョン、 SR で、クリーンか。あのジース、ちょっと待って、ひどいなこれ、今回ひどいぞ。そしてヤムチャ、これ10連目だけ。あーもうダメだ、ナッパに殺されたやつばっかりだ。なんだ、リブリアン、気持ち悪いやつだ。こいつも何枚出ただろうな今までに。何が乙女の突進だ、思わず避けちまったぜ。うわーこれはひどい。さあラスト80連目来やがれ、ファイナルフラッシュを決めてくれ。18号ピッコロだー。 LR 感はないな。もうせめてあの新しいベビーとかでもいいぞ。さあ、5点だな。無理やり髪型を変えたし、スネ夫じゃねえか。ここからのカハ、あれ状態じゃないからな、あれ家庭だからな、カハのからの、カメハメハスの浮気感のやつ。わあもうひどい、通戦量多いぞ今日。わあちょっともうなんだこれ、プロスとか突撃系だね、頭が長い、出る気がせんなこれは。チュチュー、せめてブルマズー、5本指ズー、もうラストか。おだ、あーゴッド、古い古いな、何気に技レベル6ぐらいだから上げてやるぜ。くそー、というわけで80年やって、まあ親子ギャリッコのみか。まあまずまずのいいとは言えん結果だな。さあそしてもう1週間もすれば七夕ドッグカップス、何が出るかわからない、この辺りもピックアップされてだろう。というわけでまた石を貯めて出直してきてやるからな、楽しみにしてやがれ。じゃあな。